はい、こんばんは。今日もね、楽しい、音楽の話をしましょう。今日ご紹介するのはこちら、グレコ社製のレスポールです。おなじみですね。ペグはね、こちら、ギブソン社のゴールドのペグを使っております。そしてね、こうヘッドのとこ面取り加工がしてあるんですが、非常にかっこいいでしょう。はい、でボディを取り押すと、今ツヤ消しになってます。ですがね、すぐ結構こういうのってツヤが出ちゃうんですよ。なんであえてこうちょっとサラサラとした感じのね、ツヤ消しにしています。で音の方はと言いますと、フロントの、今回ね、変えたのはね、ダダリオの10の弦を張りました。10の弦の方がなんて言ったらいいかな、ちょっとテンション感が強いわけです。張りが強いんですね。09はあの弦のコントロールがちょっとしにくくて、10の方が僕は好きなんですね。まあ今結構チューニングが合いにくい状態なんですけど、ちょっとあの広島モナムール弾きますね。フロントのピックアップこんな感じの音です。スインキーもいい音だったんですけど、こっちのねダダリオの、10の方がどうも合いますね。あのチューニングもね狂いにくいですしね、これおすすめします。で、リア側のピックアップにするとこういう感じの音になります。皆さん、僕はねフロントの方が好きなんですよ。こっちのねこのスイッチをあの切り替えることでフロントとリアとピックアップが切り替えられますが、フロントの方が僕は好みです。甘い音がしますね。非常にねこの組み合わせ気に入っております。今回ねご紹介したのはこちら、グレコ製の、レスポールです。ヘッドにね特徴があって、こちらじゃじゃーん、ギブソン社のゴールドのペグがついております。そしてねボディは、中空のセミ横構造になっております。今回ね、ダダリオの10ちょっと太い弦を張ってね、すごくいい音になりました。サスティも長くなりましたしね、これ本当にいいギターですね。これからもね、大事に使っていきたいと思います。それではまた次回の動画でお会いしましょう。 See you soon です。